中央バス自動車学校は、北海道札幌市北区にある、株式会社中央バス自動車学園が運営する、指定自動車教習所である。北海道中央、バスグループの一つである。教習車は、大型バス3台、中型バス1台、大型トラック3台、中型トラック3台、積載用トラック1台、県員2台、大徳2台、準中型車2台。 教習普通車15台。中央バスで自動車学校に通う教習生には、バス乗車用の通学定期券が発行される。訓練給付金は全20講座を取得しており、ほとんどの免許に対応できる。中央バス乗務員の再教育を目的に1979年により、設置に着手。1980年12月までに仮校舎と教習コースを造成し、 1981年6月に中央バス新琴に自動車学校として中央バス観光商事の運営で開校した。1982年9月24日に運営を中央バス自動車学園へ分離独立させ、公明を中央バス自動車学校に改めている。指定自動車教習所で取得できるすべての運転免許、車両系建設機械運転技能、 公衆フォークリフト運転技能、公衆小型移動式クレーン運転技能、公衆玉掛け技能講習。ありがとうございます。